じゃあ、三木屋先生、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、本日は20代女性ブログ読者様からのご質問です。はい。いつも三木屋先生のブログや動画を見て、いろいろ勉強させていただいています。先生に質問があります。私は鼻が低いのが悩みで、鼻を高くして鼻筋を通したいと考えているのですが、その場合ヒアルロン酸とプロテーゼだとどちらがいいですか、うん、先生はどちらがおすすめですか。先生の意見を聞かせてください。はい、わかりました。はい、まあ、よく同じような質問されるんだけれど、うん、まあ、鼻高くするのにヒアルロン酸とプロテーゼどっちがいいですか、はい、どっちがおすすめですかとか、どっちが綺麗になりますかとかね、聞かれるんだけれど、はい、まあ、結論から言うとどっちもいいです、うんうん、でどっちもおすすめです。はい、でプロテーゼとヒアルロン酸どっちもいいので、どっちも存在するわけです、うんうん、高須クリニックのメニューに鼻を高くするのはヒアルロン酸とプロテーゼどっちも準備してあります、うん、はい、で患者さんのニーズに合わせてどっちをやるかが決まることになります、はい、うん、で何が違うかっていうと、まず料金が違いますよね、はい、プロテーゼだったら35万円に消費税で、うん、でヒアルロン酸だったら、まあ、5万円と15万円のがあって、まあ、5万円のはだいたい 1,2 年でなくなって、で15万円のシャープラインノーズっていうのは超持続型で、まあ、5万円のやつの3倍ぐらい、うん、は持ちますね。はい、はい、でまず料金が違うっていうのと、あと腫れとかダウンタイムが違いますよね。はい、ねヒアルロン酸だったらほぼダウンタイムはなしですね、うんうんうん、あの注射した直後高くなってて大きな腫れはなくて、うんうん、でその日のうちでもメイクもできて人に会ってもまあバレないですね、はい、プロテーゼは麻酔の注射を打ってこう鼻の穴の中から骨膜下を剥がして入れるから、うんうん、まあ、必ず腫れるわけであって、はい、まあ、早い人だと 2,3 日でだいぶ大きな腫れは引くけど、まあ、1週間ぐらいそれなりに腫れがあって、はい、で完全に腫れが引いて完成するのはもう厳密に言うと6ヶ月ぐらいかかるわけですよね。やっぱりどんな切る手術でもね。はい、はい、でダウンタイムが違うっていうのと、あとまあ持続期間が違いますよね、はい、プロテーゼだと、まあ、基本的になくならないのでずっとそこに永久的に残りますけれど、ヒアルロン酸だとまあ 1,2 年でなくなったりとか、もう、まあ、4,5 年ぐらいでかけていってゆっくりなくなっていったりとかになりますわね、はい、うん、あとは仕上がりに関しては、うんうん、プロテーゼって固形物だから、はい、入れれば綺麗に形が作れますね、うんうん、立体的に、はい、でヒアルロン酸はジェル状の流動物です、はい、うん、で5万円のヒアルロン酸だとちょっと柔らかいです。密度が低い分柔らかいので、やっぱあんまりたくさん入れて高さを出そうとすると横に広がって太い鼻になってしまうっていうのがありますね、はい、だけど、まあ、適度にやれば大丈夫です。よっぽどやりすぎなければそんなおかしくはならないです。5万円のヒアルロン酸でも。でシャープラインノーズに関しては硬いので、結構高く打っても横に広がらなくて立体的な形が作れますので、はい、シャープラインノーズに関して言えばプロテーゼと同じようにもう立体的に綺麗な鼻の形が作れます、うんうんうん、で5万円のものに関してはやっぱり高さをある程度出すと横に広がるから、あんまり高くしすぎない方がいいよってことと、はい、あとまあ高くすると広がるからそれをちょっと覚悟しないといけないねっていうことになりますね、うんうん、だから仕上がりに関してはシャープラインノーズとプロテーゼはもうどっちも綺麗に作れます。綺麗な鼻筋が作れます、はい、ということで、まあ、ダウンタイム、料金、持続期間、はい、仕上がりなどによって一長一短があるので、それによって患者さんが選択するということになりますよね、はい、うん、なので、まあ、もう永久的なものがいいと、腫れてもいいと、で35万円に消費税ぐらい出せますっていう人だったらもう最初からプロテーゼやればいいし、はい、予算が5万円ぐらいしかないと、であんまり腫れたくもないし、いきなりプロテーゼやるのも怖いっていう人は5万円のヒアルロン酸でやるし、うん、あるいはプロテーゼはやりたくなくて腫れたくなくて、で綺麗に形作りたいと、で15万円ちょいぐらいお金出せるっていう人はシャープラインノーズでやるし、うん、結局その人の事情によってどれを選ぶかが決まってくる
ということですよね。はい、うん、でということなんで、どれもおすすめです。で、はい、先生、どれがおすすめですかって言われても、どれもおすすめですっていうのが答えですよね。はい、でも先生に任せるから、全部任せるから私きれいにしてください、先生がどれやるか選んでくださいって言うんだったら、もうプロテーゼでやりますよ。プロテーゼでその人の顔に合ったあのちょうどいい高さのものを入れれば必ず自然に仕上がるし、将来皮膚が薄くなってプロテーゼの輪郭が浮き出て不自然になるとか、そういうこともね、ちょうどいいサイズで無理して高くしなければまずないから、全部任せるんだったらプロテーゼでやります。でも任せるって言っても、でもお金がありません、5万円しかありませんって言われたら、前のヒアロンさんでやるしかないし、明日学校があるんですって、学校休みたくないです、でも今日やりたいですって言われたら、プロテーゼでやるのはちょっと厳しいから、ヒアロンさんでやるし、はい、ということで、もう患者さんのニーズに合わせて選びます。はい、どれもいいです。はい、どれもいいから、うちのメニューにあって、どれでもできるようにしてるわけですよね。はい、まあ結局ね、どれでやるかって人の事情によって違うんで、よくね左右されるのが、はい、ネットの情報に洗脳されてる人が多いですよね。はい、例えばね、プロテーゼを入れると将来鼻先から飛び出てくる、はい、って聞いたので、だからプロテーゼは怖いからやりたくないですとか言う人いるけど、はい、そういう情報がもしネット上にあって、それ本当にそういうことが起きて書き込んだんだったら、はい、L 型プロテーゼを無理して入れて、はい、鼻先の皮膚に負担がかかって穴が開いて本当に飛び出ちゃったっていうのはあるかもわかんないですけど、うちは L 型プロテーゼみたいな危険なものを使ってないくて、はい、鼻先のちょっと上まで入れる I 型プロテーゼを使ってるので飛び出るってことはないですね。あとヒアルロン酸だと横に広がって鼻が太くなってアバターみたいになるんですよねとかいう人もよくいるんだけど、それはね、やっぱり質の良くない柔らかい安いヒアルロン酸を大量に打つと必ず横に広がりますよね。だけどうちにはそんな質の悪いヒアロン酸置いてないし、はい、シャープラインノーズでやれば必ず綺麗に鼻筋通って横に広がらないので、ヒアロン酸入れれば必ず横に広がってアバターみたいになるっていうのも間違いですよね。あとはプロテーゼを入れると眉間からニュキッと生えたような不自然なアバターみたいな鼻になるから、だからプロテーゼは嫌ですとか言う人もいるけど、はい、それもよくそのネット上にあるね、芸能人整形失敗とか、そういうアフィリエイトサイトがあって、はい、その中に茶化して書いたようなんでプロテーゼで失敗とかあるから、プロテーゼやればみんなそうなるってわけでもないし、大抵そういう風になってる人ってヒアルロン酸でやってる人が多いんだよね。はい、いきなりプロテーゼで不自然に眉間からニョキッと生えてる鼻を作る医者ってそういないからさ、はい、大抵そういうさ、ここからニョキッと生えてる鼻の人って、最初ヒアルロン酸やりましょうって言ってヒアルロン酸やって、はい、で高くなってで見慣れてきて物足りなくなって、またやってくださいって言って、じゃあやりましょうって追加 してるうちに高くなりすぎて太い鼻になったっていう人が多いんだよね。はい、そういう人って大抵の患者さん本人が美的感覚が麻痺してしまって、はい、まだたっぷりヒアルロン酸残ってるのになくなったって錯覚して追加してくださいって言ってクリニックに通ってやる人が多いんだよね。で、それでその医者もね、もうこれ以上やってもおかしくなるからやめた方がいいですよって断ればいいんだけど、はい、やっぱ断るとお金にならないし、断るのってすごいエネルギーが大変だから、はい、結構よその病院会はね、何回も何回もお金取ってヒアルロン酸ってパンパンにここ膨らましちゃったりとかするんだよね。結構やりたがってる患者さんをやる必要ないですよって、やったらかえって良くならないですよって、悪くなりますよって言ってね、はい、断って帰らせるのってね、うん、すごいエネルギーがいるし、場合によってはなんでやってくれないんですかって喧嘩になったりとか、はい、かえって全然もう帰ってくれなくてずっと診察室に居座られたりとか してね、それを一生懸命説得するってエネルギーがいるから、しかも、はい、お金ももらえなくて、
まあ、最新料の1000円とかでもう必死で、あのエネルギー使って説得するのみんな大変だからね、はい、だったらお金取ってやっちゃえって言ってブチブチブってパンパンにしてる人多いから、はい、そういう人が多いですよね。ニョキッと生えてる人って僕はちゃんとね断るんですけれど、もうやる必要ないよって、ちょっともう感覚が麻痺してるんですよって、よくそういう人いるから、周りであなたの顔を見てる人はみんなおかしな鼻だって思ってますよって、あなただけあの低いって思い込んでるだけですよってね、必死で僕は説得するんですけどね毎回ね、はい、うん、あとねシリコンプロテーゼはもう永久ものだし一発勝負だから、はい、怖いっていう人もよくいるんだけれど、うんうん、切開の二重なんかに比べると、後戻しができます、はい、プロテーゼはもう固形物をスッと入れるだけなので、はい、もし戻したくなったらまた鼻の穴の中からスッと抜けば、うん、ほぼ元通りの鼻に戻るから、はい、まあ一発勝負の永久的な治療ではあるんだけれど、うんうん、もし戻したくなったら戻すことは比較的簡単にできます、はい、逆に切開の二重なんかは皮膚を切開してそこで癒着させて永久的な二重を作るから完全に元に戻すっていうことはできないんだよね、はい、まあ、プロテーゼだったら傷は鼻の穴の中だけだし固形物をスッと抜くだけだからもう5分ぐらいで取れるんで、まあ、プロテーゼでやれば戻せないって思い込んでる人いるけど、それは間違いでね、むしろ簡単に戻せ出ます、うん、ちゃんと入れたプロテーゼでしたらね、はい、うん、まあそんな感じでいろんなメディアネットの間違った情報に洗脳されて、はい、ヒアルロン酸は怖いからプロテーゼでやりたいっていう人もいれば、逆にプロテーゼだと変な風になるからヒアルロン酸でやりたいっていう人もいますよね、うん、うん、まあということであってどれもおすすめなので、はい、患者さんのニーズによって一番いいものを選択させていただきますということです。はい、わかりました。では、どれもいいので予算やライフスタイルに合わせて決めるか、はい、先生に全面お任せするのがいいですね、うん、はい、そうです。もう全部お任せしますんだったら、はい、もうプロテーゼで一番似合ってる花を作ります。その代わりじゃあプロテーゼでやるんだったらお金が35万円に消費税かかって、まあ、場合によっては1週間ぐらいそれなりにポワーンと腫れることがあるっていうことですわね。はい、はい、まあそれさえ OK だったらもうプロテーゼで永久的なものをやれば、まあ、ヒアロン酸みたいになくなってまたやる必要がなくないからもうプロテーゼでやればいいと思いますけど、でもまあヒアロン酸でやってみたいっていう人はヒアロン酸でやるし、なんとなくプロテーゼが怖いから最初はヒアロン酸でやりたいという人はヒアロン酸でやりますので、もう臨機応変にやります。はい、はい、分かりました。じゃあ三木谷先生本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。